ビルマ文字は主にミャンマー連邦共和国の公用語ビルマ語の表記に用いる文字である。ビルマに住む門族が使っていた文字が改変され11世紀後半頃にビルマ語に使われるようになった。シーンを表す基本字母の周囲に母音記号と成長が組み合わさり文字が形成される。文字は全体的に丸っこい形が特徴的であるが、それは昔。 文字を書くのに紙代わりに用いられていた、書いたら用が避けてしまわないよう、直線を使うのを避けたためであると言われている。左から右へと綴る。ビルマ語以外に、モンゴ、シャン語カレン語パラウン語お及びサンスクリットやパーリ語などを書くのにも用いられる。ただしこれらの言語を表記する場合にはビルマ語の表記では用いられない。 追加要素なども存在し、母音時の読み方もビルマ語と全く異なる場合が見られる。従前の多くのコンピュータ環境でビルマ文字の入力、表示は整備されていないのが現状である。標準搭載されていない環境でビルマ文字を表示するためには、ピターックフォント等のビルマ文字フォントをインストールする必要がある。なお、以下では利用者の便宜を図り、一部に 画像も合わせて掲載する。基本字母は、シーンを表す。シーンを表す文字は33個ある。が、ザだなど、同じ発音となる文字が複数あり、音声上のシーンは23種類である。以下の表は、各段ごとに、左から右へ読み、辞書の配列はこれに従う。インド系文字であるため、デーバナーガリー約メール文字と、 ある一定程度は対応関係を見ることができるが、かなり崩れている。以降の説明において、車体で示す、ラテン文字表記は、説明のための区別、書き分けの都合上、公式のラテン文字転写である、MLCTS 式に準拠する。ビルマ文字の基本字母及び筆順話し中において、無声音シーンは、先行する発音次第で、 有声音になることがある。蒸気の基本字母に、といった4つのスケシーン記号がついたものを、複合文字という。この4つの記号は、それぞれ単独でも、基本字母と結びつくが、2から3の記号が結合して、一緒に、基本字母と結びつくこともある。母音記号は、母音だけでなく、成長を表す役割も担っているので、同じ音下でも、成長の違いによって異なってくる。 母音は a、a, i, u, e, o, の7種あり、成長はの3種があるので、組み合わせは73イコール21個である。表にまとめると、以下の通り。また、との組み合わせで、i, e, が表現されることもある。なお、一部の母音には、デーバナーガリ e, やクメール文字など、他のインド系文字と同じく、独立した母音字もある。バッシオンは、と、の2種類のみ。 基本的には、の八字母に、オフ化することで表現される。ただし、どちらの場合も、バッシオンのみを単独で表現するわけではなく、他の記号も織り混ぜられつつ、先行する母音とひとまとめで表現されるので、上記した母音表現の延長線上のものとして捉えるといい。前者の、で終わるものは、上記した母音表現と同じく、三種の成長に合わせて三通りの、 形に分かれるが、後者の、で終わるものは、三種の成長とは、異なる高く短い音になるので、一通りしかない。複数の表記法があるものは、語彙の区別に活用される。ビルマ語以外にもビルマ文字を表記に用いる言語が、存在するが、それらにはビルマ語に存在しない、追加要素や変更、そして仮に、同じ聖書法をしていたとしてもビルマ語とは全く、 異なる発音となる事例が見られる場合がある。使用される文字に以下のような違いがある。文言を表記する場合、e の代わりに、なの代わりに、序の代わりに、が用いられる。また両唇いる、葉音を表記するための文字も追加されている。多くのスケシーンとしてビルマ語表記にも用いられる I、RW の他に NML といったものも存在する。また、 本来有声音であった文字のうち少なくとも、南口外音や高口外音のものが無声化していたり、本来有声音用の文字であったか否かなどの条件により2種類のグループに分かれ、グループの違いにより、母音記号の付き方が同じである場合の発音にも、異が生じたりするというように、クメール文字と共通する特徴も有する。また、 ビルマ語と同じ表記をしていても全く異なる発音となる例が存在する。以下はその例である。ユニコードでは以下の領域に次の文字が収録されている。ビルマ文字のフォントは複数で回っているが、ユニコードと異なる文字コードを使っているものも多い。特にユニコード非対応のフォントで書かれた文章を表示する場合は、専用のフォントを別途入手する必要がある。なお、 ビルマ文字は2008年のユニコード5.1で大幅な変更が加えられ、音節末シーンを表す記号、あた、スケシーン、長い A などが追加された。このため、ユニコード5.0までのフォントでは、ビルマ文字が正しく表示されないことがある。ありがとうございます。